つもご視聴いただきありがとうございます。今日はワンダリーオリエンタル東京のコーナースイートキングの部屋をご紹介していきたいと思います。今寝起きで撮影してまして、ちょっとテンション低めとなっておりますが、頑張って撮影したいと思います。では見ていきましょう。入って左側に、ちょっと待って、巻き戻して、入ってすぐ左側にお手洗いがあります。ちょっと広めな、結構広めなお手洗いがあります。そして中に入りまして、左を見るとバスルームがあるんですが、通り越して、左側にテーブルが用意されてます。そして目の前に窓があって、外がこんな感じで見えてますね。下を見ると出勤中の車でしょうか。おはようございます。そしてじゃあ横を見るとこちらが、リビングになってます。ちょっと前のエグゼクティブスイートの部屋よりは窓がちょっと小さめな窓がいくつかついている感じですね。はい。そしてこちらが冷蔵庫などになってます。エスプレッソマシーンがあります。じゃん。お水が用意されていて、よいしょ、ミニバーが あります。でコーヒー、紅茶、グラス、その下が冷蔵庫になってます。でこちらにポットとミニバーがあります。こちらはカップ、ソーサーなどが、よいしょ、置いてあります。こんな感じですね。はい。そしてこっちから見るとこんな感じで、はい、ちょっとこう、なんて言うんだろう、あ、そう、コーナーだからね、あの端っこ側の感じの部屋になってますが、こちらに行くとベッドルームとバスルームがあります。まず左側がクローゼットになっていて、やはりエグゼクティブスイートのお部屋よりはクローゼットも大きい。まあ、こちらのお部屋が、コーナーキングのお部屋が100平米で、エグゼクティブスイートのお部屋が90平米なので、まあ、こちらの方が広い分、クローゼットなんかも、よいしょ、はい、大きいし、こんな感じで、ちょっと私のものを置いてあるけど、ここにもクローゼットが、住むとかだったらこれはなんかいいかもしれないですね。そしてベッドルームになってます。でこっちにもまた、あ、セーフティーボックスとクローゼットがあります。やっぱりなんかあれだな、こっちの方があれですね、なんか住むとなったらこっちの方が住みやすそう。まあ、住まないけど。でこんな感じで、はい、景色が、はい、たくさん眺められて、あ、そう、ここに深
カイツリーが見えるんですよ。ちょっと切りかかっちゃってますけど、スカイツリーが見える、いけてて角部屋になってます。はい、ベッドはこんな感じです。キングルームのお部屋になってます。これでね、よいしょ、はい、スカイツリーが目の前です。あのお風呂からもね、スカイツリーが見えるビューバスタイプのお部屋になってます。それではお風呂に向かいたいと思います。こっちはお風呂で、お手洗いがこちらにもあります。こんな感じで広めのお手洗いも、やっぱ広いな、広めのお手洗いがあって、シャワーブースがあります。シャワーブースはシャワーが、まあ、これと2、3個ついてます。そしてアメニティはやはりお手紙ネタもアメニティになってます。そしてはい、こちらがじゃーん、ビューバス、あれ、ビューバスタイプのお風呂、ビューバスタイプのお風呂って変だね、ビュータイプのお風呂になってます。よし、こんな感じでお風呂からはスカイツリーが見えます。そしてやはりここにもアメニティが用意されてます。よいしょ、あれは友達に持ってってあげよう。はい、そしてよいしょ、こちらが洗面台になってます。じゃん、大きいガラスとちょっと黒い洗面台がこんな感じで、はい、こちらにも用意されてますね。あ、そうそう、それでここにこんな感じで、ブラシとか歯ブラシとかがあるんですけども、歯ブラシがね、木なんですよ。ちょっと超びっくりしたんですけど、木でできてるので、後でちょっとお見せします。そしてガウンが、あれ、これは割と普通のガウンですね普通のガウンっていうのも変だけど、なんかあの裏を持って、これは同じタオル地のガウンになってます。ガウンがね、すごい気づいたら、よいしょ、取れない、よいしょ、外側がこういうなんていうの、ボコボコしたワッフル素材っていうのかな、の生地だから、こういうやつだと思ったら、内側がちょっと伝わるかな、これなんかね、すごいあのなんていうんだろう、ちょっとこう毛布とまではいかないけど、ふわふわの生地で、こう内側と外側が違う感じの生地になってました。すごいね、着心地がいい感じです。これはちなみに歯ブラシはこんな感じのやつで、よいしょ、ね、木でできています。なんかね、こんな感じの木でできた歯ブラシになってます。めっちゃこの毛が柔らかくて、あの歯磨き心地がいい歯ブラシになってます。この歯ブラシのね、毛が気持ちいいって思ったことないんですけど、あのこの毛が気持ちいい歯ブラシとなってます。なんかすごいですよね、この木の感じ。なんかもったいないので家にも持って帰って使ってます。じゃーん、こんなんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。